ストレ・ディミトリエフスキは、北、マケドニアクマノボ出身のプロサッカー選手。スペインプリメーラ・ディビシオンのラージョ・バジェカーノに、所属している。ポジションは GK。日本のメディアの表記は、ストーレ・ディミトリエフスキ、ストーレ・ディミトリエフスキ、ストーレ・ディミトリエフスキなど複数ある。ユース時代から FK ラボトに就きて過ごし、2010年10月24日の、国内リーグの FK バルダール戦で、 プロデビュー。2011年8月23日、イタリアウディネーゼ・カルチョと契約した後、提携チームのグラナダ CF に移籍。移籍1年目の2011から12シーズンは、シーズン途中から、カディス CF のローン移籍し、B チームでプレー。フッキアモトニョ、ロベルト、オイエルラとのポジション争いを強いられ、B チームでのプレーが中心となった。 2014年8月23日のデポルティーボラ、コルーニャ戦で念願のラリーがデビューを果たし、2から1で勝利するも、グラナダでのトップチーム出場は、この1試合に止まった。2016年8月16日、セグンダ・ディビシオン所属のジムナスティック・タラゴナと2年契約を締結。2016から17シーズンは9試合に、先発出場。 2017年8月17日に2020年までの契約延長に合意。2年目の2017から18シーズンに政治系を任されリーグ戦39試合に先発出場した。2018年8月31日、ラリーガに復帰したラージョバジェカーノと1年間のローン遺跡で合意。11月11日のビジャレアル CF 戦で遺跡後初出場。 11月30日の SDA バル戦では、移籍後初勝利を1から0の完封勝利で飾った。2019年1月31日、ローン移籍先のラージョバ・バジェカーノへ完全移籍し、2022年6月30日までの契約を結んだ。プロデビュー前の2009年から、ユース世代の北マケドニア代表に招集され、2015年11月12日のモンテネグロ戦で、 フル代表デビューした。ありがとうございます。